それではヒーローインタビューです。今日のヒーローはお二人、牧選手、そしてサイバーディアリーの門脇選手です。まずは牧選手、改めて今優勝の気分いかがでしょうか。最高です。今大会初めてビハインドから始まったゲームでしたけども、その中で返していく1点でした。あのホームランいかがでしたか。ビハインドを作った原因は自分でした。マジ大好きです。すいません。ただそこはしっかりホームランで返すところは牧選手だなと思いましたけれども、ファンの皆さんはそう思いましたね。牧さん、今日もこの男性いかがでしたか。めちゃくちゃ最高でした。選手にとっては WBC から始まって今日まで非常に長いシーズンではありましたが、優勝に始まって優勝で終わる結果になりました。この1年どうでしたか。めちゃくちゃ長かったです。ただこの魚屋の戦いにはその姿で夢をたくさん与えたいと思います。このどうですか。今回は若い選手がすごい集まって、生き生きとしていて、めちゃくちゃいい大会になったんじゃないかなと思います。今回は WBC のあの経験もつなぐ役目としてもまたこの場所にいたかでしたと思いますけども、どんなことを意識してどういうことを伝えられた、そんな風に振り返りますか。言葉にするのはすごく苦手なので、日々の行動だったりとかですけど、下の人たちがすごいしっかりしているので、特に何もすることはありませんでした。でも大きな背中で立ってくれていたと思います。さあ、それでは続きまして門脇選手です。ナイスアップでした。ありがとうございます。優勝を決めるサヨナラタイムリーヒットです。どうですか。いや、ここは本来最高ですというところなんですけど、今年のチームはリラということで最高です。このリラックスして打席にも入られたと思いますけれども、打席に入る前に今の監督から直接言葉をかけられてましたけれども、あの中身を教えてもらうことはできますか。まあ、前の打席、強引に引っ張ってっていうところで、いつも通り入れということで、はい、いつも通り来ました。打った瞬間のあの歓声というのはどのように感じられましたか。いや、もう本当にこれまで感じたことのない思いでしたね。本当に非常に最高です。ルーキーイヤーとしてのシーズン、この締めくくりでも本当最高の形だったと思いますけれども、この辺りどうでしょう。今日の試合もチャンスで回ってくる機会が多くて、なかなか打てない中、最後また回ってきて、しっかり勝ちにつながる一打を打って良かったです。この代表のユニフォームに袖を通して、そしてこの活躍、またこの先というところでかなり大きな目標を見定めるところというのも門脇さんの中でできたんじゃないですか。そうですね、非常にいい経験ができた期間だったので、これをしっかり生かし成長していけたらなと思います。ありがとうございます。さあ、それでは最後に、今年は WBC から始まって長いプロ野球のシーズンになりました。代表、そしてプロ野球のシーズン通じてというところで、支えてくださったファンの皆様に、牧さん、そして門脇さんから一言ずつよろしくお願いします。まず牧さんからお願いします。はい、全国の野球ファンの皆様、1年間本当に応援ありがとうございました。
熱い、プロ野球熱い試合を繰り広げていきたいと思いますので、来年もぜひ応援よろしくお願いします。それでは、ファンの皆さん、1年間応援ありがとうございました。来年からまた新しいシーズンが始まりますが、選手全員全力で頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。